よし、着いた。はい、今からスイーツを食べに行きます。行きましょう。楽しみ。やば、超美味しそう。これが黒糖ミルクぜんざい、めっちゃうまそう。いただきます。ちょっと飛んでるんですけど、かき氷、なんだっけ、黒糖ミルク、わかんない。いただきます。もう沖縄といったらぜんざいですよね。かき氷なんですね。すごい、かき氷なんて覚えてない。いつ最後食べたの。あんまりかき氷好きとかじゃないんですけど、なんかこういうスイーツっぽいミルクとかが入ってると美味しい。ただのシロップとかはあんまり食べたいと思わない。いただきます。うまっ。450円だったんですよ。めっちゃ安くないですか。ここは沖縄の右側の下、南城市っていうところで、まあ田舎の方ですね。空港からはそんな遠くないと思う。この小豆、これがうまい。なんかもちょもちょしててすげえうまいな、これ。一応ね、僕減量中じゃないですか。だから、まあ、ちょっとなんだろう、あんまりこうジャンクすぎるもの食べたくないなと思って、まあ、かき氷ならいいんじゃねってことで食べます。いや、めっちゃ美味しい。これお店の中があると思ったらテイクアウトだけだった。あんまりミルクの味は正直しちゃんと下にも小豆ぜんざい入ってる。うん、これ美味しい。甘すぎるのが苦手な人とかはいいかもしれない。白玉、うわっ、粉が落ちた。うん、なんかほんと甘くなくていい。というわけでこれを食べていきます。今ぜんざい食べ終わって、そう思ったんですよ。今回全然海を見せてないって思ったから海に行きます。で、今日古民家の方はチェックアウトを終えて、めっちゃ良かった。古民家すごいおすすめです、まあ、特に、まあ、そのオーナーさんがすごいいい人で、対応も良くて気にかけてくれて、とても優しい方でした。クワガタ最初の方に撮ったじゃないですか、ヤンバルの方で。で、飼育ケースとか昆虫ゼリーなかったんですよ、家帰ってね。したらわざわざ飼育ケースとか持ってきてくれて、ありませんかって聞いたら昆虫ゼリーと、なんかアットホームな感じが本当にすごい居心地が良くて帰りたくないんですけど、まあしょうがないですね。まあ最後結局そのまま小学生の子供たちがいたからね、開けちゃいましたね。まあ喜んでくれてよかったです。はい、沖縄いいですね。で、今から行くところは、僕はもう何回も行ってるんですけど、多分動画では行ったことないかな。動画撮りながら知念岬っていう、まあこの南城市にある、まあなんか出っ張り、まあめっちゃ景色綺麗なんですよ。で、その知念岬っていうところになんかね、トレーニングジムみたいな、市民体育館みたいなジムがあって、もう僕沖縄には中学生ぐらいから来てるんですけど、20歳ぐらいの時に旅行で行って、初めてその知念岬行った時に普通に観光してたら、そのジムがあって、なんかもう窓とかも開いてて、すげえハードコアなジムで、どうだろう、かなり古い感じのジムだと思います。そのジム気になってるんでちょっと見たい。あとはもう沖縄を今日はゆっくり自然と景色と海と満喫したいから、あとちょっと食べながらね、そんな感じの動画ですね。はい、とりあえずこのままドライブを続けたいと思います。到着。ここがまあ後で海は見せるんですけど、とりあえずこれジムなんですよ。後ろ海ね、岬になってて、こういっぱい駐車場みんな止めてて、で近くにはもうほんとすぐそこにセーファウタキっていう観光スポットとかもあるし、見て、これすげえ、本当に真横なんですよ。真横にある。
受付行って入っていきましょう。だいぶ古そう。めっちゃ安い。ここがトレーニングルーム。おお、すごいな。すごいね。もう見たことがないような古い街。もうノーチラスだね。これなんだろう。エクステンション。これは何？いや、わかんない。何に使うマシンかわからない。すごい。あ、これプルオーバーかな。すごいね。ケーブルもあるし、チンニング、バットプルあるし、ティーバーある。ティーバー、ティーバーロー、ベンチプレス、イージーバーもあるし、ベンチ台も3台ある。すごい。これレイズ？何これ？カーフか。カーフのマシン。これは何だろう。分からん。超古いよこれ。すごいね。めっちゃ虫が来る。これはいいトレーニングできそうですね。めっちゃ虫来る。あと汚い。ちょっとお世辞にも綺麗とは言えないかな。今ソファーがあって、ソファー座ろうと思ったらすごい埃まみれで、あんまり座りたくない。まあやりましょうか。で今日はずっとハエがいるのもやだ。今日はなんかがっつり一部位をやるっていうよりかは、まあなんだろうな、こう完璧に揃ってるジムじゃないから、軽く全身を動かす感じでやろうかなって思います。せっかく来たの で見たことないマシンしかないので、そういうのをちょっと使いながら体全身を動かしましょう。ちょっと汗かきたいです。とりあえずチンニングからやりましょうか。細くて握りやすい。すげえ細い。今ケーブルやってるんですけど、ケーブルクロスね。こんな細いの見たことない。超細い。まあ握りやすくはないけど、握りづらくもない。まあできる。なんか古いマシンって重さの乗り方っていうのかな、感覚はいいんですよね。使いやすい。ただやっぱりボロさはある。まあ、そこがいいですね。目の前海だし最高です。ぜひみんなも来てほしい。
よし、トレーニング終わって目の前が海なので散歩します。暑い、やばくない？筋トレして有酸素もできちゃう。そしてこの綺麗な海、幸せだ。すげえな、マジで。いや、綺麗すぎ。よし、いい景色見たんで次行きましょう。よし、今ビーチに来ました。まあ、最後ということで一人でちょっと海に入ろうかな。まだ入ってないからね、見ただけなんで。こっちはね、チャタンとか最初の方行ってた海は西側で、こっちは反対側の東側で、またちょっとね雰囲気が違うんですよ。まあこんな感じで、こっちは工場で、僕は4年前沖縄住んでたんですけど、本当ここに住んでて、まあ、久しぶりにちょっと来たくなったんで来たって感じ。暑い、まあ、ちょっと日焼けがてら、あとねちょっとスーパーでお菓子を買ったので、まあ、食べちゃおうかな最後ぐらい、はい、楽しみです。まあ、ここはうるま市の石川っていう場所なんですけれど、まあ、なんか住んでる時からあんま海きれいじゃないなと思って、いいイメージがなくて、なんかねでもすげえきれいなんですよ今日。伝わるかわかんないけど、こんなにいつもね透明度なかったと思うんだよね。伝わるかな。とにかく綺麗なんで、これは最高ですね。しかも誰もいない。いや、綺麗すぎるな。濡れ、全然入れる。なんか今年はまだ台風が来てないから水温が高いみたい。これは沖縄を感じるわ。よし、ここで食べます。やばい、暑すぎる。とりあえず乾杯しましょうか。乾杯で。もうちょいこうしたいか。よし、じゃあ乾杯しましょう。ゼロコーラ買ってきました。カリー、ああうまっ。うわうわ、今日ぐらい許して。で、片揚げポテトと、これまあ知ってる人は知ってると思うんですけど、渦巻きパン、まあ沖縄のローカルな昔からあるパンだと思う。美味しいんですよ。なんかめっちゃ美味しいものじゃないと思う。なんだろうな、高級感とかなんもないし、普通に安く売ってるんですけど、なんかね美味しい。なんかちょっと砂糖が入っててジャリジャリしてて、なんか中にはクリームみたいな感じで、まあ、なんかぐるぐる巻いてる形だから渦巻きパン。あと紅芋タルト、これずっと食べたかったから、まあ今日ぐらい食べたいということで、まあ、ちっちゃいのこれからいきます。紅芋タルトいつぶりだろう、超久しぶりですね。最後食べたの覚えてない。優しい、優しい甘さ。
うん、このバターの香りと、うまいな。軽っ。うん、すぐ口の中でなくなるね。やべえ幸せじゃねこれ笑っちゃうよ自然と。え、いいの俺死ぬのかなああやべえやばい。大丈夫そう、ここよいしょ。渦巻きパン、これね、そんなにまあなんだろう、ボリューミーじゃないじゃないですか。見た目もそんなインパクトないし、カロリーが565キロカロリー、爆弾。どっから開けんだろう。こんな感じでぐるぐるしてる。ジャリジャリ感、砂糖のシンプルにうまいね。あ、うめえな、こんな久しぶりだ。うん、減量してるとこれが超スイーツ。うまいな。このロケーションがやばい。青い海と青い空とこの波の音と鳥の鳴き声やば。ラスト一口。ちょっと待って、うん、ぬるくなるのが一瞬なんだけど、ぬるっでうめいただきます。おいしい。あ、帰りたくねー。じゃあ皆さんお待ちかねじゃねえか、まあいいや、僕がお待ちかね、肩揚げ。うわ、これだよ。うめえ。うわ、今人生が終わるってなっても別に後悔しないですね。それぐらい幸せってこと。
うん、全部食べちゃいました。うまかった、超幸せ。そしてこの景色、やばいね。ちょっとこの辺歩いたことないから見てみようかな。めっちゃ魚いるんだよ、うん、よし、じゃあだいぶねゆっくりできたんで、ちょっと車の方戻って、今日飛行機が夕方の6時前ぐらいかなの飛行機なので、まあ、地味に距離あるから、こっから余裕持って飛行機向かいましょうか。やばい、めっちゃ気持ちいい。全然寒くない。ああ、最高。